高のロケーション、ここにしかない革新的な教育実践、動物園予備校アニマルキーパーズカレッジ。そんなアニマルキーパーズカレッジ、どんな学校なのか気になりますよね。ということで今日、学校の雰囲気を体感できるオープンキャンパスに密着します。アニマルキーパーズカレッジでは校内のリアルを体感してもらうべくオープンキャンパスを毎月開催。まずはどんな学校か知っていただきますよ。本校の授業では動物業界の最前線に立つ飼育スタッフや店舗経営者など現役のプロが講師を務めます。ですので生き物の知識だけではなく、講師陣が実際に現場で培ってきた知識や技術を含めた生の経験を学ぶことができます。お次は校内を見学。授業で使う施設はもちろん、生徒たちが生活する寮もご案内しますよ。炊飯器とか準備してるんで、よかったら使っていただいて。湯船恋しくてお風呂使いたいってことがあれば、町にいっぱい被害要請とかあるんで案内します。そしてここからが AKC ニューオープンキャンパス。オープンキャンパス委員の生徒が飼育室ツアーを開催してくれるんだ。うちではいるんですけど、こんな感じで大きくなると立派な感じになるんですけど、本当僕たちが思ってる本当2倍ぐらいの速さで大きくなるんで、前見た時はあんなちっちゃかったのにみたいなようになりますね。動物たちと触れ合ったり餌やり体験などもできるんだ。普段から生徒さんがこうしてオープンキャンパス参加者に説明してるんですか？そうですね、一応オープンキャンパス委員会ってことで動いてるんですけど、委員会としてはまだ最近できたばかりですね、で一応基本的には保育園、稲取保育園っていう下に保育園があったりするんですけど、そこと一緒に保育園実習って形で触れ合い実習させてもらったりして、まあ最初自分も話すのちょっと苦手だったんですけど、まあどうすればうまく伝わるかなとか、面白く伝わるかなっていうのをちょっと頑張って研究ってほどでもないんですけど、頑張って練習してます。意識してることって何かありますか？意識してることはやっぱ伝わりやすい言葉遣いですかね。ちょっとなんか恐怖を植え付けるみたいなような言葉はなるべく避けようかなとか、噛むっていうよりかはちょっとガブってされちゃいますとか、の方が柔らかいイメージがあるかなって感じですね。あとは保育園の子とかはなおさら難しい言葉とかは使うと分からなくなっちゃうんで、せっかく教えたことがこの難しい言葉でぐちゃぐちゃにならないように簡単な言葉、簡単なこと、分かりやすい言葉で伝わるような文章というか話し方を気をつけて話してますね。ワクワクいっぱいの飼育ツアーに加え、校長が個別面談もしてくれるので気軽に相談してみよう。白輪さんが思うアニマルキーパーズカレッジの一番の魅力ってどんなところですか？アニマルキーパーズカレッジでは、もう本当様々な動物を飼育しているので、飼育の実践ができる、それが一番魅力だと思ってます。実践っていうのは具体的にどういったことをやるんですか？実際に飼育していますから、そこで毎日の日々の餌の管理、あとは繁殖、そういうところを目指してやっているので、もうその飼育のノウハウがもう全てその動物から教わることができるんですね、だからそこが学べるっていうところはとても大きいと思いますよ。生徒になった方々に将来どういうふうに育ってもらいたいですか？そうですね、アニマルキーパーズカレッジは動物園水族館、このペット業界、などの即戦力になる人材を育てる学校として、運営してますから、もう即その現場に入った時に役立つ人材を育成してますね。
じゃ最後にアニマルキーパーズカレッジとしてこれから目指したいところってありますか？そうですね、まあ、入って、この動物のプロフェッショナルを目指している生徒たちには、はい、動物業界に就職をね、ができるようにそこを本当に目標に、はい、できる限り多くの人材を、供給していける学校になりたいなというふうに今向かっているところです。動物が好きでしたら、うん、もうとにかくアニマルキーパーズカレッジはウェルカムです。将来動物関係の仕事に就きたい方はね、ぜひアニマルキーパーズカレッジを目指して考えていただいて、入学していただければなと思います。AKC チャンネルではアニマルキーパーズカレッジのリアルを発信。チャンネル登録もよろしくお願いします。よく寝坊するんですよ。